メガバイト210メガバイト210はフランスのブロッシュ社によって開発された中距離爆撃機である。1934年に初飛行し、当時のフランス空軍の爆撃機の中では最も優れた性能を示した。第二次世界大戦時には旧式化していたが、爆撃任務についた機体もあった。メガバイト210は メガバイト200の発展型としてブロシュ社が1933年から自社開発した爆撃機で1934年11月に初飛行した。機体は前作メガバイト200の影響が残った形態だったが、低翼単容器で引っ込め足を持つなど各所が近代化されていた。そして速度をはじめとする性能は他のフランス空軍の爆撃機よりも 全般的に優れていた。1935年から量産が開始され、1938年までに298機が生産された。このうち45機はルーマニアへの輸出用であった。引き渡された機体のほとんどは夜間爆撃、偵察任務に就いた。第二次世界大戦開戦時にはすでに旧式化していたため、6つの部隊が本機を 夜間偵察任務で使用していたのみである。その後、徐々に訓練用に転用されていったが、1940年のドイツ軍のフランス侵攻の際に、新鋭爆撃機の配備の遅れからやむを得ず、爆撃任務を遂行した機体もあった。これらは全滅に近い損害を受けた。休戦後は、ごくわずかの機体が訓練機として使用された。ありがとうございます。